俺を殺したくば恨め憎め、そして醜く生き延びるがいい。今の俺のこの目に見えているのはイタチ。再現してみろ。何が知りたい？最後ではないが、聞いてやる。現実。最後にあんたに聞きたいことがある。そう言ったんだよ、クソ野郎。急所はわざと外したか。三人目、もう一人のシャリンガンとは、ウチハ一族とは誰だ？なぜそんなことを気にする？殺す。あんたが殺さなかったうちか。そいつはつまり協力者だったってことだ。誰だ？うちはマダラだ。マダラならとっくに死んでいるはずだ。マダラは生きている。人は誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。しかし知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。つてお前が俺を優しい兄だと思い込んでいたようにな。あの夜の出来事、幼かった俺には幻にしか思えなかった。だがあれは紛れもない現実だった。俺のシャリンガンは現実を見抜く。相変わらず強気な物言いだな。強気はいいが。ならさっさと万華鏡シャリンガンを使って俺をやってみろ。万華鏡シャリンガン、この目は特別。万華鏡はいずれ光を失う。永遠の動力を得るために親兄弟で殺し合い。俺はお前を殺して一族の宿命から解放され、どうやら心の中の俺がちゃんと見えたようだな。やっとたどり着いた。目的を果たす時が来た。お前の目的は残念だが幻に終わる。なぜならお前は万華鏡を持ってはいない。打ち合いの中で影分身の今まで。俺の動力の差だ。
お前、俺のつく読みを。言ったはずだ。あんたがその目をいくら使おうが、この俺の憎しみで幻は現実になると。ならば、それを現実にしてやる。最後の手裏剣でうまくいったな。カトン豪華級の術。アマテラス。アマテラス、相当の負担がかかったようだな。これが俺の最後の術になるだろう。さっきのカトンで全てを使い切ったからな。この術はアマテラスと同じだ。絶対にかわすことはできない。この術は天から降る雷。俺はその力をあんたへと導くだけだ。これがお前の再現したかった死に様か。これがなければやられていたな。今度は俺の最後の切り札を見せてやろう。何？あげる。この感じ、オロチマルのヤマタの術か。出るものが出てきたな。これよ、これを待っていたのよ。そしてこの剣はまさか日立。
持って、伸びた草薙の剣の一振りだ。ずっとオロチマルが。これでお前の目は俺のものだ。